毎度ネギマヨでーす。はい、ってことで恒例の、まあ、毎月恒例と言いつつほんまに追いつかんくなってきたから毎月2本ぐらい出そうかなと思うぐらい、今日もねグッズを開封しつつ整理しつつ収納、まあ、収納っていうか袋にちょっと詰めながらっていう作業動画をね今回もやっていこうと思います。やばない？19日発売予定なんですけどフラゲでアニメイトで売ってて即買った。内容はネタバレになってしまうから今回一切ここに書かれてるだけの内容は言わないんですけど、触れてもホームページとあとゲームの部分だけでこの内容にはしっかりとは触れないんですけど、やばい、もう嬉しくて、収納してかな。ほんまにマジで追いつかんのよな。あと開封したいやつもなんか溜まりすぎてる。ここがジャックジャム、これね。これちょっとでも収納関係ないから抜けとこ。よし、どうしようかな。最近ね動画でも開封したそう、この呪術廻戦のコースターとかもあるからこれはまずは入れようかな。今回も100均の袋とかを使って入れていきます。これキャンドゥで買えるコースターサイズの PP クリアポケットっていうやつですね。20枚入りで、これが私ボックスで買ってて48枚入ってるので2枚2袋半開封した時のまままた袋に入れて置いてました。コースターを入れるファイルを、まあ、買うの忘れ、あ、ここら辺、あ、でもそれどうしよう、迷うな、いろいろ。前回は1時間ぐらいの動画にしたんですけど今回は、まあ、前回よりは短めでいこうかなって思ってる。この開封動画もね、動画もすでに上がってるのでぜひ見てください。いや、映画楽しみよな。楽しみやけど私見れるかな、ほんまに泣きそう。なんか予告の時点で泣いてたから無理やろ。前売り券とか発売して買う時にはもう大号泣やと思う。よし、入れていこう。爪がねちょっとネイル取ったばっかりやからすごい傷んでて汚いんですけど、これさウイウイとかも出てくるんかなと思ったらなかった。でもウイウイってそんな出てる、でも結構出てきてない？渋谷事変の時にって思ってるけど、この前試したんですけどいつも缶バッジとか収納してるようなこの後ろでねペタって止めれるタイプのやつのこういう大きいやつに入れてもねしっかりと収納できました。そっちの方がこう逆さ向いた時に落ちにくいっていうか、これもそんな静電気とかで結構止まってくれるけど、一応上はね柄空きの状態やから。そう、前回は BGM じゃない、それは今回聞いたやつ。前回、前々回になるんか、1時間ぐらいとかの長い、あ、この並びはあかんって、1時間ぐらいの長い動画でもいいですかっていう質問をさせてもらって、でそこで作業しながらとか見るからいいですよってこう言ってくださった方々がたくさんいらっしゃって、でそれでそのこの前の時は1時間ぐらいのね動画に出させてもらったんですけど、収納してる動画全部にね BGM 小さめにつけてるんですよ。どうしよう、今回なしにしようかなって今のところ編集してない、今撮ってる段階の時点では思ってるけど、だからもし今この動画BGM ついてないままで上げてたらどっちの方がいいかっていうのも今回質問聞きたい、私からの。
なんか今文章おかしかったら、私から聞きたい今回の質問は BGM あった方がいいですかない方がいいですかっていうこと。そう、なんか私自身もね、動画なんやろ、作業系のやつあんま見やんかな。実況を流してるかな。なんか常に音は流れてるっていう状態なんですけど、 BGM ないならないでその良さがあるっていうか、だからどっちの方が多いのかなっていう意見を聞きたい。さあ、コースターがもうすぐ入れ終わります。次何にしよっかな。てか今回一切この袋系買い足さずの状態から始めてしまったから、もしかしたらあんまり収納できひんのちゃうかな。どうやろ。あ、ノリで取ってたら1枚足らんかった。惜しい。はい、井野くん最後に収納して完了です。コースター系ってみんなどう飾ってる？どうなの？いやでもボックスって高いけど、やっぱこの安心感がある。とりあえず私はね、今回またここに収納しておきます。はい、でまだちょっと若干ここに残ってるので、一応ねこの裏面にも丸いやつも入れれるよみたいな感じでね書いてるんですよ。だからあのね、ちょっと丸いコースター、ジャックジャンヌだけ丸いコースターがあって、それを入れとこうかな。今回は数足りるかな。不安になってきた。これ前回入れてたんか。じゃあ揃えた方がいいか。ていうか聞いてあのお師様がねふみさんなんですよ。このあれ、あ、そう、このね、この人なんですよ。なんですけどあのコースター来てくれなかった。ここ1年生組2年生え、こんなことある？あのね、一応メンバー的にはクォーツっていうクラスがあって、そこのメンバーがこの7人なんですけど、見事に物欲センサー働いたね。みつきくんはゲームをこう攻略する前に段階で、あの私がね一番推しになりそうやなっていう見た目の子やったんですよ。でこの子ももちろん好き、全員好きなんですけど、この子も推してるけど、それを超えてきたふみさんなんですよ。コースターさ、一回行ってきて、見事に見事にふみさんだけ来てない。すごい辛い。これに入れたんかな。この前わからんくなっちゃった。もういろんなに収納しすぎて。1、2、3、4。あ、でもこれ種類ちょっと違うかも。なんかこっちの方がちょっと艶がある。コースターも入れておきます。やっぱ物欲センサーはすごいわ。ツイステのね、もうちょい何やろ、手元アップにした方がいいんかな。こんぐらい、あ、こんぐらいの方が良かったか。ツイステのね、ガチャガチャをしたんですよ。体操着を着たみんなのイラストので、あのトムがいるガチャガチャが、ラインナップがね、ハーツラベルの5人とサバナの3人とポムの3人なんですよ。回したら1回と2回、1回目と2回目で日にちがね別々の日に回してんですけどね、1回目の時に数回回して見事にポム来なくて、でもその日ね他にもグッズ買っちゃってるしなと思って数回で抑えてて、でまた後日ね行った時にガチャガチャあったから回してみて、そしたらその時もまあ 4、5 回回そうと思ってたら、見事にポム1人も来やんのに、その以外のメンバー、ハーツラベルとサバナのみんなはコンプリートしたっていう
すごいなんかまんべんなく来てくれてすごい嬉しいけど、そんなにお尻をこやんって思った。物欲センサーの稼働がすごい。ほんますごいな。だってアイナナ開封した時もさ、私ヤマーさんこやんかったもん。つらい。ちょっと、どうしようかな。まあ、ジャックジャンヌはまたね、グッズとかこういうのが少ないから、ここに今回全部まとめようかな。で、この、一緒に写真撮れるよっていうやつ。これも、ここに今回入れようと思って、トレカスリーブっていうやつ。今現在ここのね、ふみさんを後ろに入れてるんですけど、制服バージョンに入れ替えようかなと思ってる、今。これ、100均のケースすごいさ、これソフトケースなんですけど、めっちゃ取りづらくって。もう、硬い。だったら1枚でいける。あ、ネジ先輩も入れたい。どうしよう。いや、このケースがもっと取れやすかったら毎日コロコロ変えるよ。こんなに取りにくいケースやと思ってなかった。ケース今度100均とかじゃなくて、ちゃんと東急ハンズみたいなそういうところで買おう。あ、キサちゃん、キサちゃんにしようかな。うん、どうしよう。じゃあほんまにマジで可愛い。あ、そう、まだ発売日じゃないから内容言わん。発売日超えたら言えるんですけど、一応発売日前でフラゲでね、資料集せ、設定資料集みたいなゲットしてるから今回ちょっと言えないけど、あのね、キサちゃんの身長乗ってたよ。うん、キサちゃんの身長と体重乗ってた。今までこのクォーツの他のね、男の子たちの身長体重とかはホームページでね載ってたけど、まあ、最近誕生日とか追加されたけど、キサちゃんの身長だけは多分ねまだ載ってなかったはずなんですよ、そのホームページに。え、載ってたんかな。今ももしかしたらフラゲの段階でホームページ更新されてたらもう載ってるかもしれないんですけど、本に載ってた。まあ、でもなんか思ってたぐらいの身長やった。え、どうしよう。でもとりあえずふみさんの制服バージョンを今回入れとこうかな。あ、みつきくん、うん、これさ、こう、あ、でもこの二人の組み合わせってなかなか見やんな。あの、みつきくんとそうちゃんだけが唯一1枚ずつ、2枚だけ。あ、そう、そうちゃんがね4枚あるんですよ。全部でボックスで買ったのと1個バラで買って、それでそうちゃん出てるから22だって。そうちゃんのこのユニベールのね、そうちゃんのこのね衣装の時と、みつきくんのこの衣装の時だけが左で、あと全員みんな右側にいるんですよ。こっちの方がなんかやっぱバランスいいっていうか、これ写真撮るようなやつだからすごい、ここがね寂しくなるんですよ、スマホに入れたら真っ白で。もう完全なるみつきくん推しでいくか。あー、どうしよう、みつきくん、あー、ちょっと一回ふみさん制服バージョンにいてもらう。よし、いい感じ。そう、スマホのこのケース自体もすごい取れやすかったら、つけるの簡単やのにな。取れやすかったらね、外ちょっと出かけた時とかに写真とか撮れるんやけど、難しいわ。これは一応このままにしといて、これネジ先輩も買ったんですよ。ちょっと待って、今なんかもういろんなところに収納しててわからんくなってる。多分後でねネジ先輩も出てきてくれると思います。ほんで、あ、ネジ先輩出てきてくれた。他の子たちも集めたいんですけど、結構もう売ってないところが多くなってきてて、このカードは、待って、これ入るんかな。あ、そっか、待って、このジャックジャンヌ一回ちょっと離れて、ツイステの
カードをねちょっと前に開封したと思うんですけど、これをまだ入れてなかったので収納していきます。これも一回こういうスリーブに入れてからいつもね紹介してるあのファイルに入れていこうと思います。これ全部同じラインナップやったっけな、いくつか置いとこう。これをひとまとめにしよう、同じ種類で。このスリーブで入るよな、入るわ。スリーブもなんかハードタイプとソフトタイプっていうの売ってて、私今回ねこのソフトタイプ買いました。手触り的にソフトタイプの方が好きなんですよ。で、はい、こんな感じでね、ぴったりサイズって書いてるけど、まあちょっと余裕があるから取り出しやすいような感じのやつ。これがねガチャガチャの方、自販機バージョンやったっけ、あれもうちょいなかったっけ。もうすぐラギーさんの誕生日や、どんなドーナツ作ろうかなと思って、すごい。あー、ジャミルさん、ケイト先輩も これでもこのバージョンすごい可愛い、等身バージョンやっぱ見、うわー、もうラスボス感がほんま毎回思うけどすごい。これちょっとカメラの位置変えてみようかな。次横からにしてみた。先から、さっきのやったら、ちょっと、反転して見えるっていうか、みんなからすると。カメラをね、自分の真ん前に置いてたんですけど、今、左側から撮ってみてます。あ、ルーク先輩、かっこいい。あ、エペル君、かわいい。あー、ビル様、そうや。これが見事にみんな2枚ずつ来てくれたんですよ。だからここでフラグを作ってたんかもしれへん。もしかしたら。この時の開封動画、見てくださった方はね、覚えてるかな？すごいいいフラグの立て方をしたんですよ、私。もう今までにないぐらいの。そこで多分、運を使い果たしてガチャガチャで、ポム一人も引けないっていう結果になったんやと思う。アフェドーナツとかは結構普通に動画で何回か作ってたから、まあ、それプラスアルファに、なんかちょっとチョコをコーティングさせたりとかしようかな。なんか今まで通りやったら面白くないなと思って。やっぱこのソフトめっちゃいいわ。これダイソーのやつです。100枚入ってるし。ってことは、まあ大体1枚1円。めっちゃいい。すごい。サラサラして嫌なキュッていう音とかもならへん。これ私どうやって分けてたんやったっけ？なんかすごい、量ごとのまとまりあるようでまとまりないんやけど。あ、この後にツイステの開封したいやつがちょっといくつかあるので開けようと思います。はい。で、今ね、用意してきました。前までツイステのカードとかいっぱい入れてたこのファイルが全く同じやつがもうなくなってて、だから今回はね、このシリーズのやつを買ってきました。で、これはいつも通りのやつ。だからこのシリーズからこのファイルが出たみたい。これはね、セリアで購入しました。これに入れていきます。これストック買ってたけど、前が多すぎてその余った分やから、もうこれしかないんですよ、今。足らん気がする。とりあえず分けよう。量ごとにまず。分けてからの SD でやるかな。いや、なんか分かれてるんよな、ちゃんと。どんな分け方したっけ、これ。あ、SD と量で分けてたわ、ちゃんと。じゃあ、こうやって。どうしよう。あ、でも、こう。こんな感じか。ほんで、あ、そうや。ほんで、これはリドルくん以外が2人ずつ、2枚ずつ来てくれた。やっぱサバナクローがね、最近ようやく出てきてくれるようになったけど、なかなか出にくいみたいで、私。あ、ここエペルくんだけか。うん。ここ、珍しい。あ、次、ストーリーズ上がるんやろな。怖いな、イグニハイド。で、だいたいいつも私はこれを始まりのところ、この、今回やったここの部分。またこれ向き考えずに入れたけど合ってんかな？合ってるわ。始まりの部分にラインナップをまず入れてます。
今回もね、このパックバージョンと自販機バージョンでね、ラインナップがちょっとずつ違うんで。あ、待って、サバナのこの全員の量のやつかな。あ、ってことは、ガチャガチャの方なんかな。これ今までの全部、ちゃんと全種類揃えてますよって方いますか？すごない？ものすごい努力が必要やと思う。ボックスで買っても、まあまあ、ボックスで買ったら揃うか。でもガチャガチャってなったら、なかなかこう揃えづらい。なんやかんや今回も1時間ぐらい経ってしまいそうなんやけど、どうも何が前より短く終わらせようかなやな。終わる気配ないんやけど、まだ始まっ、なんかまだ序章にも過ぎひん状態やけど、どうしよう。日頃から収納するべきやなと思う。あ、ギリギリさ、これ頼んねんけど、どうしよう。いやいや、余ってなかったかな。また買いに行かな。待って、ディアソムニアの皆様、ちょっと収納できない。あ、ギリギリ、あ、ギリギリ無理かも。ほんまのギリギリ無理かも。え、でも1枚ぐらいやったらなんか前のやつ あってそうやねんけど、あるかな。リリア様かわいい。待ってちょっと待って、シルバーくんまでは入って、で、もう一枚シルバーさんいるんですけど、セレくん、セレくん、もう一個ないかな。よっこらせ、痛い痛い痛い。あ、余ってる、結構余ってる。待って、及川さんのシールがなんか挟まって出てきた。前ね、買ってたファイルが、あ、でも、同じようなシリーズか。前のシリーズがこれなんですよ。これは最近ね、私がよく行くところのセリアではもう置いてなくって、で、もうこっちに変わってたんですよ。まあでもなんならこっちの方が、ね、スタイリッシュでいいっていうか、まあこっちやったらこっちで分かりやすいからいいんですけど。で、こっちがね、アイナナとかを入れてて、あ、だいぶ余ってるわ。全然いけるやん。まあでもちょっと怖いから買いたかもな。すごい、もう、なんか怖いな、これ。ここのファイルに入れるのはもう怖いから全部取り除こう。この、ここのやつ。怖い。あ、怖い。ちょっと待って。怖い。え、怖い。待って。どうしたらいいのこれ。あ、どうしよう。手挟みそう。これ。恐れてたことが。待って。なんでポムの次にさ、ジャミルさんがおるの？え、待って。これちゃんと並べてないな。自分。ほら、ちょっと待って。並べ替えたい。ウェハースがね、もうすぐ発売なんですけど、今回ちょっと予約できてなくって、当日買えるかな、普通にスーパー売ってるかな、私の住んでる近所。これで、あの、今回ね、開封してた分のカードは収納できましたと。待って、今取り出すのにバラバラになっちゃったけど、お、視聴者さんにね、いただいたカードたちを収納していこう。もうここら辺は順番とかは気にせずに、まあ人とかをだいたいこう揃えて。ルーク先輩、式典服の時のエペル君のこの、なんか式典服の時ってみんな化粧濃いじゃないですか。ていうかビル様のあのバースデーの、あ、カードお出迎えできました、ありがとうございます。50連目でビル様のあの化粧薄いのめっちゃ良くない？このお化粧濃いのもいいけど、よかった。この式典服がほんまにね、いいよね。どうしよう。一旦ジャミルさんを入れようかな。このままね、この下に続けて入れていきます。ほんと皆さんありがとうございます。ここ1枚入れ、ジャミルさんここ1枚入れて、そしたらここが4面あるから、このね、式典服のポムが4枚いただいてるので、そしたらここ綺麗に全面に揃う。あ、もうほんま、もうありがとうございます。頑張ろうってなる。
あとみんな字うますぎんって思う。私ほんま羨ましいもん、字習いたいみんなに。次、まあやっぱ次はビル様かな。ビル様どれ、ここが2枚ずつやから、ここでとりあえず4面領長シリーズのこのバージョンやばない？ほんまにあのお化粧薄いビル様があんなにも美しい、やばいやばいわ。でジャミルさんのシールはまた違うところ、あ待って、スマホの裏にもいる、スマホの裏に宿したい人たちがいっぱいおる。次エペル君どう入れようかな。ポムのこの和みたいな感じの和風な洋服すごいいい。よし入った。ほんでそう、さっき言ってたあのポムの開封したいやつが、ひとまずこれを1個で友達に譲るかもしれなくて今聞いてる段階なので置いといて、他のやつはここに入れちゃいます。これもいつも通りキャンドゥのやつ、これがね私は一番よく使いやすいなと思って買ってます。赤へん、このなんかあのよくさ、これじゃないけどなんかどこからでも開きますっていうやつ、あれだいたいどこからでも開かへん。ほんで開けたいのがまずねこれバスボムなんですけど、入浴剤アロマポーションの香りって書いてる、このゲームでねよく使うアイテムですね。これはまあ、ここにはやっぱり寮長たちしかいないんですけど、シール自体はね22種類があって、とりあえず1個だけ買いました。あのバスボム私使われへん香りやったらちょっとなと思ったから怖くて、これ誰なんかな、怖い。よいしょ、これは今日のお風呂にね入れようと思います。そう、開けてもこういう感じってあのなんていうの、袋に包まれてるっていうの聞いてたから、だからあ、イデアスさ、私ほんまに引きがちなんやけど、イデアスすごいお迎えする。え、めっちゃなんかこれ何、めっちゃかっこよ、プラ製プラスチックだから浴室にも飾って楽しめるやって。あ、すごい香りがついてるこの入浴剤の、このままここに入れとくわ。え、すごい、これめっちゃいい匂い、いい匂い、なんかんちょっと近くで匂ったら結構匂いきついかも、遠くからのほんのり香る分ではすごいいい香り。こうが入ってないやつは入れて、入ってるやつは入れ替えて、あとこれねこの前たまたまお店で売ってるやつでサンプル、この展示でねこうこのあのブラインド商品にはこういう感じのが入ってますよっていうのでサンプル購入 OK っていうので、もうすでにねあの先に売れててないキャラクターいたんですけど、ジャミルさんがね残ってて、もう思わず買うよね、そら。いやすごいめちゃくちゃありがたい。あの中古とかでもないんですよ、ちゃんと新品で、まあ、展示としてね飾られているものなんですけど。これがどうやろう、入るかな、こっちは入ると思う。だからこれもいつも通り台紙の裏にこのチェーンをやってここにね入れます。これはまあまあ多分閉まるで大丈夫なんですけど、こっちがギリギリ、ここのねクリップ状のやつなんでどうやろうなと思って、あ、いけるわ、いけるいける、破れず。式典服のジャミルさんの色気やばいんだけど、私なんかねあの、ま、二次元は全然気にならないっていうか、あの二の腕がねあまり出てない方が好きなんですけど、ジャミルさんはもう全然もう逆に見えていいんですかってなる。あとね、そうこの前たまたまねガチャガチャ見つけて回してきました。1回300円で4回だけ回したんですけどね、違う種類がなんかね前期後期みたいな感じで、で両方ともあったんですよ。で2回ずつ回してきました。もういきなりねあの BL 作品に行っちゃうんですけど、エトランゼの缶バッジ、エトランゼっていうかもうそもそも BL のグッズ自体が少ないからすごい嬉しくなっちゃって、ちょっと小さめのね缶バッジなんでこの余裕はあるんですけど、すいませんいきなりツイステの合間に、これもね早めに
収納しとかないと、これ袋とか入ってなくて、もうガチャガチャのカプセルにそのままこのまま入ってるんですよ。ほんまに綺麗な世界観よ。よし、ほんでもう一回すいません、ツイステに戻ります。で、ここ、あ、そう、まずこのラギーさんがね入ってないから、ラギーさん入れよう。これぐらいがちょうどいいかな。適当に何枚か出して、ちょっと次撮るときはちゃんとまたね、こういうのとかしっかりと買い足して余裕を持ってやろう。今回も足らんことはないと思うけど、なんか不安になる、足らんかなって。まだまだね、普通にこういう収納するだけとかじゃなくって、開封するこんな感じのね、ボックス系のやつとかもいくつかあってもうなんか開封動画すごい多いやつになりそう。これもこっちに入れ替えます。あと例えば自分でガチャガチャ回すと押してもうほぼ引ける確率 1% ぐらいの割合で、例えば妹と一緒に買い物行った時とかにお金渡して回してって言ったら、そしたらもう横におるから物欲センサーはまあ働きがちなんですけど、自分で回すよりかはその確率的には推しが引ける率が上がるのでなるべくね、私は一緒に行った人にお金渡してとりあえずガチャガチャ回してって言って言う風にしてる。物欲センサーの稼働とフラグ建築がほんまにプロやから、オタクのみんなそうやと思う。推しばっかり引けますっていう人がおったら、逆にもう前世めちゃくちゃすごい苦労していいことを積み上げてきたから、今推しめっちゃ引けてるんやと思う。私きっと前世すごいなんか悪いことしたんやろなって思う。そんないいことしてなかったんやと思うわ。これも入れとこう。これストラップとかもねついてたんですけど、ちょっとストラップ状じゃなくてこっちのね、なんかどんぐらいのサイズにしよう。傷つけずにまっすぐこのまま入れとこうと思います。どうしよう。んで、あとこのジャンプショップのね抽選に当たってて買いに来てたんですよ。でこれ私受注で買ってるから、まあ上限買わずに、まあ、押し引けたらいいなと思って、とりあえずね、この5個買ってたんですよ。まあ、これ袋だけね。中身実は。これはマジで神引いたよ。これ1個目。じゃん。いたどりくん。いたどりくんはもうほぼ 100% お出迎えできるから。で、みわちゃん。かわいい。はい。で、メカ丸。あ、こう、今見たらこの組み合わせすごい、待って。メカ丸反射してた。メカ丸と、見て。やばない？泣いたもん。んで、最後よ。ほら。え、もう、この時、びっくりした。やばない？って思って。受注でね、買ってるからとは言いつつも、すごいまだまだ先なんですよ。受注やから届くのが。で、まあまあでも、ちょっと一人でもお日様引けたらいいなーって思って、引いた結果、この5名。これもね、こういう名札、バチになってます。やばない？だってこの五条さん、高専時代よ。しかもこのシーンすごい、もうみんな好きなシーンやと思うけど。よし、こんな感じで、横向きにね、ちょっと縦向きに入れました。本来は、こうなるはずなんですけど、入らないんでね。こうやって閉じました。これはマジでちょっと自慢していいレベルやと思ってる。ほんまに五条先生もいいんですけど、五条さん高専時代もやっぱりねみんな好きでしょ。みわちゃんとメカ丸もう深くは言わんけど、じゃ今回の動画もまた1時間ぐらいなるわ。いたどりくん、こんな純粋な友達欲しくない？あ、そう。で、このエペル君もね、視聴者さんに最近いただいてたものです。これもファイルに入れよう。これいただいてるのね、すごいもう丁寧に、もともとのこのフィルムとここに入れてくださっているので、もうこのままね、入れさせてもらおうと思います。よし。んで、
あ、そう、カリムくんもね、いただいてたんですよ。めっちゃ可愛いな、ね、この実験力のカリムくん、すごい可愛い。いや、カリムくんはやっぱ可愛いよね。かっこいいっていうよりかは可愛いが勝つ。この子も純粋よな。逆に人を疑う心を持ってほしい。あ、そう、聞いて。あの、またジャックチャンネルに戻るんですけど、このシリーズ一生ふみさん惹かれへんのやけど、どっちのパターンも。制服とか普通の衣装とか関係なく、ふみさんだけ一生子やん。この前妹とね、用事があって会ってた時に選んでもらったんですよ。で、あの、この回さんね、この衣装、制服ね、3人目。カイさんすごい好きやけど、3人目ってすごない？どんだけ出てくれるんって思う。そう。で、私ね、これちょっとゲットできなかったんですけど、妹がコンビニ行ってくれて、ちゃんとあの、お菓子のお金は渡しました。嬉しい。妹もね、あの、オタクじゃなくって、あの、アニメとか普段見ないですけど、あの、ジャンプのすごい有名な作品が好きなんかな。あの、ヒロアカとかはよく見てて、ジョジョが最近見るようになったらしい。で、呪術廻戦もようやく、最近になってようやく、あの、ちゃんとしっかり見たって。今までながら見とかやったけど、見て、で、その結果、伏黒くん推しって言ってた。だから、伏黒くんのグッズ被ったら、声かけようかって言ったけど、グッズ集めるほどのオタクじゃないって言われた。どういうこと？と思って。あ、そう、これは、あ、そう。で、このね、鈴くん、この衣装も、二人目。で、マジで、キサちゃんと、ふみさん、あと、他の子来てくれたんかな？ちょっと待って。すごい、もうごちゃごちゃしてるから、一旦ちょっと整理させて。整理するところがないよ。あ、待って、ここにあった。この前、買ったネイル、ヒャンメイクの。これ色可愛いなと思って。N32 番。これ塗りたくてね、買ってたけど、どこ行ったやろうと思ったら、ここにあったわ。グッズに紛れてた。このグッズも収納して、で、ひとまず、ここにアクスタを入れるつもりでこのね、ケースを100均で買ってたんですよ。っていうのをこの前ね、購入品で紹介してて。だから、ここにアクスタを一回、ちょっと入れるわ。ここら辺待って、もうほんま申し訳ない。ぐちゃぐちゃしてる。いやいや。ひとまず、これが、あ、微妙。ちょっと、曲がるか。怖いな。縦にしよう。アニメイトで頼んでたやつとかも届いて。サブローくんかわいい。どうしようかな。ひふみくんもいます。あ、物によったら並べれそう。アクスタを飾りたいんですけど、なかなかその、飾るスペースってすごい幅取るじゃないですか。だから飾れてなくて、これ、こうやな、やっぱ。でもここにアクスタ入れるだけで結構ね、あの、今入れてるボックスが空きが出るから、ジャンルすごいめちゃくちゃやけど、でもこれやったらこう入るんか。あ、ちょっと悩みどころやな。なるべくこう埋めていきたいから。あ、ちょっとあのさ、進撃の巨人さ、見ました？皆さん。あの、私はもう読んだからネタバレ、私に対してはしてもらってもいいんですけど、コメント欄でちょっとね、まだ控えといてもらいたいんですけど、あのね、あ、これどうしよう、もうちょい入るんか。もうちょい入れよう、ほんじゃ。最終巻がね、なんと、私の誕生日、6月9日に発売なんですよ。しんどって思って、さすがに今回ちょっともうね、その6月9日の単行本待たずに、買いました。読みました。大号泣。あ、もう一個入りそう。でもすごい、だいぶ、ボックスが一個空きそうになってきてる。あ、これ入るか。あ、いい感じ。あ、めっちゃいいやん、これ。重っ。すごい、たくさん入りました。待って、名前入ってやろう。ちょっとこれ参考程度に。サイズバラバラで、こういうでかいやつも1、小さいやつも1でカウントするんですけど、32今ね入ってます。それでもまあまあもうちょっと詰めれるかなって感じで、余裕を持っての32なんですよ。あと 1,2 枚ぐらいは普通に詰めれそうで、この100均のケースにね収納できました。この分かりやすいようにまだ剥がしてない B5 ワイドケースっていうやつ。これやったら今までね、あのちょっと前に紹介した
こういう感じのね、イケアで買ったボックスに入れてたんですけど、こうやってすごいもう溢れてくるんですよ。だからと思って最近ちょっとニトリで引き出し買ったりとかしてて、で、アクスタもこのケース、同じ種類のもう一個ね、大きいサイズに入れてて、それがね、結構開きました、これのおかげで。100均のケースすご。で、このケースを、最初どんなもんかわからんからと思って、控えめにして、2個だけ買ってたんですよ。それが、このいっちゃん最初にね、これ入れてた。あ、そう、このカイさんがね、いっちゃんにいます。ここに入れてた。あ、そう、みつきくん、あー、かわいい。え、ネジ先輩出てると思ったけど出てなかったか。あ、そう、すみさんのアクスタ、これも飾りたいんですよ。まあ、でも今まだね、ここにちょっと残りアクスタ数枚あるんで、これが一番大きいか。あ、いい感じで、ここにまだここも入るから、わ、すごいいいわ。待って、さらにでかいアクスタが発見した。あ、知りたい。これが一番大きいかな、アイナなので。もうこれもどうしても飾りたいっていうのと、ここにね、写真立てみたいなやつが入ってて、ここがボコってなるから、これだけちょっと裏返しにして、裏面からね、表こう見やすいようにしといて、もうパズルよ、こっからは。あ、でもまあまあまあ。ああ。怖ない。アクスタ。後々見たらこんなに買ってたんって怖くなる。あ、で、それこそこの、ここの余った空間にこれ入れたらいいんちゃうかな。入らんわ。嘘です。ここ入るかな。こうやっといたらいいか。ここどうしよう。余るな。これもう飾りたいんですけど、ひとまずは、今はすぐには飾れないんで、ここに入れて、閉まるかな。閉まらんな。閉まらんわ。これ、このちょっと、アクスタ諦めまーす。あ、これでいけるか。え、すごいスッキリしたよ。の、アクスタの数で7です。これいい。で、しかもちゃんとね、いっぱいいっぱいにこう詰めたら、縦にしてもこう、なんていうのな、めちゃくちゃ動くわけじゃないから、こういう風にね、本棚に立てれるなと思って、それで買ったんですよ。この分厚めのやつ。これめっちゃいいよ。みんな。アクスタ飾るスペースないわって私と同様に悩んでる人ちょっととりあえずすっごいすごい段階なんですけど、短く今日はするつもりだけど長くなってしまった。ここら辺は今ね、空いたスペースにまた収納しておきます。それはね、前紹介してたのと大体同じような感じなんで、これが綺麗、このままにしようかな。というわけで、またね、1ヶ月経たないうちにもしかしたら収納系また上げるかもしれないんですけど、よかったら一緒にね、作業としてやっていってください。というわけで今回もすごい長々とご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。おやすみなさーい。すいません。めちゃくちゃね、私の悪い癖が出ました。ここね、今まで収納してた、IKEA のこのボックスなんですけど、数百円でね、売ってる。これ300円か400円ぐらいで買えるやつ。すごい良くて。で、これがね、先日、日常動画の時に買ってきたので紹介した、IKEA じゃない。ニトリの、こういう木の箱なんですよ。箱っていうか、もう、すごい、しっかりしたやつ。めちゃくちゃ重くて。で、ここにね、まあ、とりあえず今やったら呪術廻戦のグッズとかが、箱買いしてるものとかがあるんで、ここら辺に、ちょっと余裕を持ってここは入ってて、こっちはもうキツキツで、こっちはね、ラバストとか、あとはまあ、アクリルキーホルダーとか、そういう系を入れました。大きすぎるやつは入れなくて、まあ、なるべくこういうちょっと小さめのガチャガチャとかであるようなやつを入れてます。で、次ここの2段目とかは、こっちの方が、ツイステで、こっちがヒップマイで、ここがね、結構ごちゃごちゃ。ここは、ツイステのこういうちょっと、ストラップ系。ツイステはね、結構壁に飾ってるグッズが多いなって、これ入れてて気づいた。なんか少ないと思ったら、壁に飾ってた。で、ここも箱買いした、なんか黒羊とかそういう揃ってるやつをね、並べてみたりとかで。結構ジャンルとかバラバラなんですけど、BL とかで固めてみたりとか、やってます。最後、ここが、前にね、開封でやった、この、ぬいぐるみとか、このクリップ式のやつを、ちょっとジグザグに入れて、ひとまずここにね、エリアを作って入れました。で、あとは、
ここら辺が、ちょっと少し大きめのね、缶バッジとか、そういうの、ここも、まあ、ジャンプ系列がここら辺が多いかな。入れてて、で、こっちも、手前に、まあ、ここの段はやっぱジャンプかな。鬼滅。鬼滅系と、あとは、まあ、ポプテピとか、ピントが合いにくい。ポプテピとか、あとは、あの、ミニサイズの缶バッジをちょっと並べた上で、奥の方にまたね、あの、ヒロアカとか、ジャンプ系、鬼滅とか、を収納してます。で、さっきね、一番最初に、あの、収納してた、コースターとかをここに、あの、積み重ねた状態でね、並べました。これでね、結構、あの、スッキリした。ここら辺はね、ちょっとごちゃごちゃなんですけど、また後々並べていって、缶バッジとか、まあ、ジャンルがちょっとまとまりに切らなかったものとか、あとは大きさ的にちょっと合わなかったものが、ここら辺に今ごちゃ混ぜにあります。んで、この辺も、ちょっとまとめてみたやつ。結局ね、こうやって、あの、ネジ先輩とふみさんをね、ここの、あ、ちょっと、ネジ先輩の顔が、ここにね、まとめました。今回まだまだ収納しようと思ってたやつがここら辺にすごいあるので、また近々ね、あの1ヶ月経たないうちにまた整理動画出します。ほんで、ここら辺も、あの、ちょっと入りきらなかったものとか、大きめのこういう缶バッジっていうか、もはや立てる系入れて、あとここが、あの、すごい、カイさんがね、3人もいらっしゃったミニキャンバスボードとか入れてるのと、あと、こっちにはちょっとまだ映せないんですけど、開封動画を後々撮ろうと思ってるやつをまとめました。だからすごい、めちゃくちゃ収納空いたわ。だからここら辺も、今ここに収納しただけで、あと壁に飾るやつも、あの、今後変えようと思ってて、なかなかね、ちょっとできてないんですけど、ワイヤーネットにまたつけてやろうかなと思います。というわけで以上、あの、動画消した後の方が集中してやってました。終わり。